こんにちは、こんばんは。今日のお話は、2007年、日本全土を揺るがす食品偽装、通称ミートホープ、牛ミンチ偽装事件です。この事件は、北海道の食品加工卸会社、ミートホープ、が、偽の牛ミンチを出荷していた事実を元役員が農林水産省に告発したことから始まりました。元役員、赤羽記録氏は、北海道農政事務所に訴えたのですが、農水省は全くアクションを起こさず黙殺されてしまいます。そこで、赤羽氏は、朝日新聞に告発し有名になった事件です。ミートホープ株式会社は、1976年に創業した食品卸会社である。事件発覚前の2006年には従業員数約100名、グループ全体で500名程度の大企業であり、最盛期は北海道内の食品加工卸業界で売上第一くらいを誇っていたという。社長の田中氏は肉の研究に熱心な人物として知られ、商品開発に没頭する天才と言われていたという。しかし、内情は販売先の値下げ圧力に苦しむ中で、傷んで廃棄する肉を加工、販売するという策をコストダウンと称した偽装の数々。本来は廃棄されるべき肉を混ぜたり、牛や豚の内臓などの添加物を配合するなどしていたという。偽装の数々。牛肉 100% と表示したひき肉に、使用するのは豚肉、鶏肉の臓器など、水やパンを肉に混ぜ込むことで水増し、返品された肉を消毒、着色して再度販売、雨水で肉の解凍、といった極悪非道な手口。ミートホープの記者会見では、社長は、故意ではなく過失、と強調していたが、取締役の長男に促されてしぶしぶながら、自ら偽装に関与したことを認めた場面は、テレビ、でも放映された。社長はこの時、どのように肉を混ぜるのかという単価計算のされた紙を持っていた。2008年、同社社長の田中氏は懲役4年の実刑判決を受けた。この事件には多くの取引先が影響を受け、社会問題へと発展。2009年には、予定を前倒しして消費者庁が設置される契機ともなった。後日談として、告発を行った赤羽氏が、偽装肉を販売してしまった取引先、告発によって会社が潰れたことによって仕事を失った元社員、人目が気になるようになって眠れなくなり、躁うつ病を患った、妻とも離婚し親族からは絶縁を言い渡された。赤羽氏は住んでいた苫小牧市を去り、長野県の実家に帰って一人暮らしすることになった。2019年の北海道テレビ放送の取材に対し、もし当時に戻れたら告発などしない？告発したことを後悔している。会社から逃げ出せばよかった、と語った。内部告発は本人の身を滅ぼす。見て見ぬふりをすることになるが、嫌なら黙ってやめればいい。世のため人のためといえど、自分の身を守れなかったら意味がない。名前がマスコミに出たことで兄弟にも迷惑をかけた、と後悔をにじませ。また、匿名告発の時点で行政やメディアが動いてくれていたら、実名で告発する必要もなく、精神疾患にかかって生活を失うこともなかった、との憤りも述べている。
最後まで。後味悪い事件です。